リアイちゃん、リサちゃん、こんばんは、こんばんは。リアイさんと書きましたが、うん、最近リサちゃんはリアイさんって呼んでますよね、はい、お名前で呼ぶの距離感が近くていいなと思います。リサちゃんは他の先輩も名前で呼ぶ予定はありますか？ルルさんとか。おえールルさんか、恥ずかしいな。なんかドンバラさんだったらダンララさんって言っちゃう。あーダンララさん、かわいい。ダンララさん確かに。でもなかなか、そうだな、やっぱ名字さん付けが定着してるけど、うんうん、リアさんはリアさんって呼んでって言ってくれたから、そうそうそう、しつこく言ったよね。リサがずっと松永さん松永さんが抜けないから、その上でリアさんね、リアさんねでプライベートではリアちゃんって呼んでって、そう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 言ってくれて、それが嬉しい。はい、ダンダラさんってたまに呼びます。ありがとうございます。かわいい